京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦オリックスバファローズ対福岡ソフトバンクホークスの7回戦です。解説は小宮山悟さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、西さんは現役時代数多くのピッチャーと対戦されたわけですが、苦手なピッチャーのタイプ。バッターは2番に入っている内川。まずはワンアウトを取っています。ライト方向を流しました。ライトへ打球伸びる。ここは打ち上げています。ライト掴んで、さあそして松中、この打席でホームランを放てば今シーズン20本。初球ストライク。外、これはボール。打ちました。これはどうだ。センターに抜ける。ツーアウトランナー一塁。打順は4番井出穂。2試合当たりが出ていません。ピットでランナーを一塁に置いています。先発ピッチャーバリント、そしてキャッチャーは伊藤。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。低めに外れてボール。ストライクを取ってこれで追い込んだ。さあ勝負ですね。ゾーンギリギリにいいボールを投げ込みたいですね。はい、ランナー飛び出している。アウト。それもタッチしてスリーアウト。やっとこうた。ボックスには2番内川。先ほどの打席はライトフライに倒れています。走ってきた。キャッチャー送球して滑り込んでアウト。盗塁失敗。ここは2塁への進塁を。回は4回の表に入っています。追いかけるホークスの攻撃。バッターは2番内川。先ほどの打席はライトフライに倒れています。バッターは今日 DH に入っている松中。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。バリントン、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。まあ、変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに振り遅れてますよ。変化球入りません。バットに当たりません。うっそ。打席には2番バッター内川。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。打ちました。いい当たりですがヒットになった。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁まで進みました。ここはなんとか点取りたいな。さあそしてバッターボックスには松中が入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。まあこのリードを保っておくことは終盤に向けて重要になってくるでしょうから気を抜かないことですね。いけー。よっしゃ、いったいった。センターを追いかける。入ったホームラン。ホームランが出ました。1点差に詰め寄られる一発を浴びました。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。これで1点差まで詰め寄られています。警戒すべき相手でした。ここでホームランを打たれて点差を縮められます。そうですね、慎重になりすぎましたかね。ここで1点差まで詰め寄られました。2番バッター内川、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。打ち上げました。この打球はフライになっています。サードフライ掴んでアウト。ツーアウトランナー。打席には3番バッター松中。先ほど
後の打席でツーランホームランを放っています。ツーアウトになっています。走りませんね、ランナーここはスタート切りません。ランナーを警戒するあまり速い球が増えています。三振になります。オリックス・バファローズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。富山さん、なんとか継投で逃げ切りました。継投見事でした。そうですね、松永がホームラン打っても負けるか。京セラドーム大阪です。パシフィックリーグ公式戦、オリックスバファローズ対福岡ソフトバンクホークスの8回戦です。解説は小宮山悟さん、西井哲久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしています。バッターは2番に入っている内川。金子千尋、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。ファーストが取る。アウト、ツーアウト。バッターボックスには指名打者の松中。昨日のゲームはホームランを含むマルチ安打を記録しています。ツーアウトランナーありません。マウンド上のピッチャーは金子千尋、そしてキャッチャーは伊藤。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー一塁。さあ、そしてイレホ、この打席でホームランを放てば今シーズン10本、2桁へ乗せることになります。次のボール、迷ったら長打になりにくい低めですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。打ちました、いい打球です。
下がっていく、下がっていく、ぐんぐん打球伸びて、ワンボールツーストライクです。これはバット出ず三振です。ダメだ。2番バッター内川、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。ここはなんとか行きたい。さあバファローズ先制のピンチを迎えています。やはり先に点をやりたくないのでね、ここは集中ですよ。うん、そうですよね。打ちました。これはワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁一塁。バッターボックスには4番イレホ。バファローズ連打でランナーを増やしています。連打を見てますので、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ先制のランナーを背負ったこの場面です。いいボールが来てますよ。はい、150キロ打ちました。ショート取った。二塁スリーアウトになりました。先制のチャンスが結局3点取られてる。ダメだこれ。さてバッテリーはこのバッターどう攻略していくでしょうか。小宮山さん、まあ、そうですね、振ってくるバッターなので誘い球をアウトコース打ちました。これはセカンドライナー。すん、バッターボックスには3番松中。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれない。打った、ファーストの左抜けました。これで3打数3安打の猛打賞。バッターボックスのイレホ、今シーズンの得点圏打率は3割5分4厘となっています。いやー、4番の数頼もしい数字ですね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。はい、期待しましょう。惜しいですね。はい、4球目は何で来るか。これで3ボール、厳しくなったか。そうですね、バッターを、ね、意識しすぎ。際どいが、あっとフォアボールです。もう締めたんぜ。君は結構ね、チャンスに強いからね。前回も前々回もホームランだったし。まずは慎重に外から入ってきました。小宮山さん、長打を防ぐにはどういった配球をすべきでしょうか。低めにボールを集めるというのがやっぱり一番有効になると思うんですね。センター乗ってきた。いったいったいった。切れていきます。ファウル。ここでフォアボールを与えました。3番バッター松中、今日はここまで猛打賞を記録しています。フォアボールのランナーが出ています。いったー、1点差に詰め寄られる一発を浴びました。高めに浮いてしまった変化球、ジャストミートされた打球はフェンスを悠々と越えていきました。バファローズ点差を詰められます。3対2になりました。ここで一発を浴びてしまいました。これで1点差まで詰め寄られています。ご覧いただきましょう。スタンドまで運ばれてしまいましたホームランです。完璧に捉えられてましたよね。ここで1点差まで詰め寄られました。まずは真ん中打ちました。高く上がった。3位へ飛び
オリックスファーズ痛い敗戦となってしまいました。西さん、結局最後まで投打が噛み合わないままゲームセットになってしまいましたね。まあ楽しくしては悪くないんですけどね、もうちょっと打線がね頑張ってほしいなと思いますけどもね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝ったホークス、接戦をものにしました。一方のオリックスバファローズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで京セラドーム大阪から失礼いたします。